皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日の動画がですね、2021年最後の配信になります。皆さん本当に今年1年いろいろとありがとうございました。本当にたくさん、また新しくいろんなことを始めて、まあ、例えば私の福岡山形の2拠点生活ですね、人生初めて30歳は29歳30歳にして一人暮らしを始めた、まあ、毎日ではないですが、もう2週間ずつくらいの一人暮らしを始めて、家事とか洗濯とか、まあ、健常の時もそんなにやってなかったのに、障害になって初めて一生懸命料理をしたり掃除をしたり洗濯をしたりということを行ったり、また本格的に再生医療の九州再生医療センターで再生医療を行いながらリハビリをしたり、で、あとは公益財団法人 JKA さんのアンバサダーに就任して、まあ、実際コロナ禍ではあったので直接いろんなところに行って、取材にしに行くことはできませんでしたが、でもそのサイクルというサイトに投稿している記事を読んで、自分が知らなかったこと、今まで気づかなかったこと、そして気づかされたことっていうのがすごく多くありました。まあ、いろんな業種の団体さんが夢や目標を実現するために頑張っていることや、困っている人をサポートするために活動していることは、やっぱりもっと多くの人に知ってもらいたいなと思うので、まあ、来年も引き続きアンバサダーとして頑張っていきたいと思います。まあ、こんな風にこの1年間いろんなことをまた新しくね、本当にその前2020年とは違う新しいことがあって、1年あっという間でした。もう名刺の数とかね、いろいろ整理してみたら、本当にもうこんなぐらい1年間で名刺交換をしてることとかを感じると、たくさんの方々に出会ったんだなと思います。まあ、それもこれも本当にこういう YouTube を通して、見てくださってる方々のおかげだと思います。なかなかこう YouTube の投稿内容も最近どうしようかなとか、ちょっとなかなかマンネリ化してきてるのもあるので、なんか新しいことないかなとか、でももっともっと自分でも YouTube もそうだけど、 YouTube 以外にやりたいことも出てきて、なかなか手が回らなかったりとか、まあ結構忙しくさせていただいて、まあやけどもあるけど、忙しくさせていただいた1年ではありながらも、なんか自分の中ではこれやれたな、これもっとできたんじゃないかなっていうこともたくさんあります。なので引き続き2022年も YouTube を通して皆さんに情報発信していきたいですし、まあコロナの状況を見ながらではありますが、直接もっと皆さんと関わってお話しできる機会があったらなとか思いますし、見てる方々にとって何かプラスになる活動をできたらいいななんて思ったりもするので、今後とも応援をしていただけたら嬉しいと思います。何かあれば本当にどん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 コメントを通して言ってきてほしいです。ああいうのがいいな、こういうのがいいな、こういうの知りたいな、こういうのやってほしいなとかあれば、ぜひどん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 言ってきてください。はい、ということで、なんかまとまりのない、今年最後の動画になりますが、来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年をお迎えください。新しい2022年の初めの配信は1月4日、もう本当にカーキンを私はもう崩さないので、1月4日の火曜日に配信します。で、1月4日の火曜日は、10万人突破した企画のプレゼント企画の動画を出せる予定なので、ぜひ必ず見てください。はい、ということで、今年1年ありがとうございました。皆さん、良いお年を、2回目だけな、2回目だね、良いお年をお迎えください。本日も最後までご視聴、いや、今年も1年視聴していただき、ありがとうございました。